トマコマイシ白鳥アリーナは、北海道トマコマイシ、若草町に位置する、スケートを、主とする多目的屋内競技場である、1996年8月1日に開設された、例年7月1日から翌年3月31日を、スケートシーズンとしており、メンテナンス期間を挟んで4月15日から6月15日までは、体育館として使用される、建物のアーチ状の大屋根は、 死の鳥である白鳥の羽ばたきとスケートの動きをモチーフとしてデザインされた60メートル30メートルの国際企画アイススケートリンクをメインに約4000人収容の観客席屋内トレーニング室や会議室などの付帯施設を有するアリーナ建物街の敷地には多くのオブジェが設置された苫小牧市一帯の地方新聞苫小牧民報を発行する苫小牧民報社は コルテン材という鉄鋼の一種で制作されたモニュメントニケをしへ寄贈した。この作品は札幌市に在住の彫刻家、国松アスカにより制作されたもので、高さ4.5メートル、重量3.5トンに及ぶ。これはキリシャ神話の女神ニケをモチーフに作られたものであり、アリーナの完成前から制作を依頼していた焦げ茶色のモニュメントには、 プレパラン塗装という塗装の手法が用いられているという。他には、栃木県出身の彫刻家、飯田義国作のモニュメント、水の帰にや、環境造形作家の西田明美による作品、石が飛ぶなど、屋内外に数々の美術作品がある。苫小前氏は、所有施設等について、指定管理者制度を導入しているが、白鳥アリーナについては施設の利用状況などから、 指定管理者を非公募とし、公益財団法人トマコマイ市体育協会を指名している。王子イーグルスの本拠地として、アジアリーグアイスホッケーの試合が行われるのをはじめとし、全国高等学校選抜アイスホッケー大会など、多数の大会が開催されている。白鳥オアリーナは、トマコマイ市のスポーツ都市宣言30周年となる1996年に、 国際大会にも対応できる施設として、苫小牧駅や苫小牧市役所にほど近い市中心部の王子製子社宅跡地に総事業費、約51億円を投じて完成した。開館セレモニーでは、苫小牧フィギュアスケートクラブに所属する選手や地元のスポーツ少年団員らがテープカットを行い、伊藤緑の表情パフォーマンスが行われた後、王子製子アイスホッケーチームが、 ロシアのチームと一戦を交えた。1997年6月5日には、市政志向50周年コンサートインハクチ白鳥アリーナチャレンジ公演が開催された。市内の高校が主催する、マーチングバンド、村前林、苫小牧サンバなど、各種団体による様々な音楽演奏及びパフォーマンスが行われた。それまで、アリーナ内で大規模な音楽的イベントが行われたことはなく、 こうした規模の大きいイベントが模様された背景には、建物内の音響や設備を確認する意図もあった。2008年から、ナショナルトレーニングセンターアイズホッケー強化拠点施設に指定されている。2015年4月より、王子選手の持ち株会社である王子ホールディングスが命名権を取得し、白鳥王子アイスアリーナの名称となる。契約期間は2019年3月31日まで。 2018年9月6日未明に発生した北海道胆振リ東部地震では停電の影響により氷が解かれたことで予定していたアジアリーグの試合が延期となった。ありがとうございます。